水球イレブンメーター、水球イレブンメーターバンド、こちらは長岡ホテルロミオ420。長岡ホテルロミオ420。長岡 HR420 岐阜県、滋賀県、多賀町、霊山山山頂移動です。有感ステーションございましたらコールください。受信します。長岡 HR420 番局、こちら滋賀 AC115 ポータブル3どうぞ。各局ありがとうございます。滋賀 AC115、こちらは長岡 HR420 です。おはようございます。どうぞ。はい、了解しました。長岡 HR420 番局、こちら滋賀 AC115 ポータブル3、滋賀県東近江市道です。リポート59です。59でね、大変強く入管しております、お久しぶりです。よろしくお願いいたします。長岡 HR420 番局、ポータブル3、多賀町ですか、近いですよね。こちら滋賀 AC115 ポータブル3、東近江市道です。どうぞ。はい、了解です。滋賀 AC115 こちらは長岡 HR420 です。東近江市から59ありがとうございます。こちらから5858ですね。滋賀県多賀町霊山山山頂移動になります。ありがとうございました。さらにいらっしゃいますか。こちらは長岡 HR420 霊山山西側斜面で運用してます。どうぞ。京都キロパパ127、京都様いずれですから。どうぞ。京都 DA153、京都デルタアルファ155。ちょっと待って、みんな落ち着いて。各局ありがとうございます。ものすごいパイルアップになりまして、ちょっとビビっております。すいません、3局取れました。石川 J76局、京都 KP127、京都 DA153局、順番にお呼びします。すいません、ちょっと待ってくださいね。石川 JA76局さん、どうぞ。はい、こちら石川 JA76 ポータブル9、福井県へこさん、1360m の中腹地点からやっております。長岡 HR420、 PCM では一度つながりましたけども、 CB ではお初になります。嬉しく思ってます。こちらからレポート53、どうぞ。ありがとうございました。お待ちしました。京都 KP127 どうぞ。了解です。長岡 HR420 京都 KP127 です。おはようございます。5151で、京都府舞鶴市空山から運用しております。はい、今日は3エリアです。はい、長岡 HR420 京都 KP127 です。どうぞ。ありがとうございました。お待ちしました。京都 DA153 どうぞ。はい、わかりました。長岡 HR420、こちら京都 DA153、京都デルタアルファ153です。ご高いレポート5054、京都府宮津市大江山、先ほど終える局よりも4キロほど南にあります千畳ヶ岳山頂より運用しております。どうぞ。ありがとうございました。さらにお聞きの方いらっしゃいますか。こちらは長岡 HR420 滋賀県霊山山移動です。西側斜面で運用してます。受信します。どうぞ。長岡 HR420、 こちらは浜松ホテル地方各局ありがとうございます。1,2,3,4,5,6,7,8局取りました。福井ノベンバー局、浜松 HX 局、 OS23局、 三重 FN428局、 630局、 JB23局、AY650局、 あと B ブラボー、あれ、ごめんなさい、僕自分のメモが汚すぎて分かる、ブラボーのつく局が、ね、いたと思います。順番にお呼びします。はい、福井ノベンバーの局いらっしゃいますか。どうぞ。あれ、違ったかな。福井局1局いらっしゃったと思います。どうぞ。はい、すいません、福井マイクチャーリー21、福井マイク
クチャーリー、フタヒト、長岡 HR420、ありがとうございます。ピックアップこちらから54お送りします。特徴レジャー3チャンネル、どちらかお聞きの方いらっしゃいますか。こちらは長岡ホテルロメオ420、長岡 HR420、 滋賀県多賀町両前山山頂移動です。入管局ございましたら応答お願いします。受信します、どうぞ。はい、了解です。徳島 JB23、 徳島 JB23、 こちらは長岡 HR420、多賀町両前山山頂です。メリット5です、どうぞ。はい、了解です。徳島 JB23、 剣山移動、こちらは長岡 HR420 です。はい、繋がりましたね。はい、良かったです、喜んでおります。徳島 JB23、 こちらは長岡 HR420、 どうぞ。QR Z すいません、もう一度コールください、呼ばれているのは分かりました。再度コールください。こちらは長岡 HR420 です。受信します。はい、了解です。兵庫アルファヤンキー650、こちらは長岡 HR420 です。メリット5です、どうぞ。各局ありがとうございます。すいません、重なってて1局しか取れませんでした。京都 AC399、 こちらは長岡 HR420、 レポート次回お送りします、どうぞ。はい、了解いたしました。長岡 HR420、 桃介さんこんにちは。こちら京都 AC399 ポータブル2です。はい、ですね、今日天気良くなりましたね。こちらからはレポート、52ごとに5-2お送りいたします。こちらから取れますでしょうか、どうぞ。重なって呼ばれた方いらっしゃったと思います。こちらは長岡 HR420 受信します。はい、了解です。岐阜 IK331、 こちらは長岡 HR420 です。お呼びいただきましてありがとうございます。両前山ですね、両前山山頂の東側にね、東は南東側かな、南東側に降りていった斜面にいます、どうぞ。了解です。全然全部了解です。こちら、岐阜県下呂市平草山下呂市の白い草間平草山山頂移動です。ライブ3-53ライブ3です、どうぞ。中です。はい、A680 ですね、審議的取得おめでとうございます。ちょっとね、次回ね、返帳録画しておきますね。はい、いい感じで来てますよ。全然そのしょぼくなったとかね、そんなことは一切ないといった感じです。三重市129、こちらは長岡 HR420、 どうぞ。はい、了解です。長岡 HR420、 こちらは三重 AC129 四日市港です。はい、そうですね、審議的、通しました。 A680 からの運用になっております。はい、返帳ね、やっぱりしょぼいとね、AM は厳しいかなと思いましたんでね、はい、太い返帳がかかる、仕上がりに、しました。はい、そんな感じです。開始します。長岡 HR420、 こちらは三重 AC129、 どうぞ。はい、了解です。三重 AC129、 こちらは長岡 HR420。 はい、全然ね、そんな弱いとかないですね。しっかり来てますし、信号もしっかり来てるし、音もねしっかり来てるなと
いった印象で、それできちっと審議的通ってるんでね、これなら安心して、2022年以降ですかね、はい、旧タイプの議的が使えなくなってもね、安心して使えるレベル、今まで通りね、バンバンいい相撲もできるんじゃないかなっていうレベルでね来てます。はい、了解しました。はい、あ、返答レポートありがとうございます。はい、バッチリということでね、はい、安心いたしました。はい、それから、はい、あ、どうですか、いいポイントがあるというかね、UHF-TV オンエアミーティングの運用ポイントにもなるのかななんて。あ、冬場はいけないですね、雪降ってね。はい、了解です。はい、どうもどうもありがとうございました。またね、各局さんお待ちかと思いますんで、失礼いたします。どうもありがとうございました。またお願いします。どうぞ。はい、ということでお疲れ様でした。両前さん下山してきました。登山については上りは2時間、下りは1時間20分っていったとこですかね。想像してたよりも登山工程短い山でした。2時間から3時間かかる山なのかなっていうふうに思ってたんですけど、そんなにね辛い山ではなかったですね。まあ簡単、まあ簡単っていうとちょっと、語弊があるんだけども、まあそんなに上級者でなくてもしっかりと登山靴を履いて、まあ経験のある人と登れば、登れる山なんじゃないでしょうか。そしてね、もう山頂すっごい、ここいい景色。山頂付近がね、木がほとんど生えてなくって、ああいうのカルスト地形っていうんですかね、まあそういったような感じになっててですね、すごく見晴らしが良くて山頂もすごく広かったんで、また来たいなと思える山でしたね。ぜひね、来てみてください。そして、全国一斉オンエアでの運用の方ですが、いや、たくさんの方が出てましたね。正直ね、この11月3日のイベントって秋音とかに比べると出てる曲が少ない、ちょっと寂しくなってきちゃうイベントっていうイメージだったんですけど、まあそれは数年前までのことで、ここ 2,3 年はこの11月3日のオンエアデーでもね、たくさんの方が出てきて、ちょっとプチパイルアップになっちゃって、ビビってました。そんなすごいところで運用してるつもりないんでね、かなりびっくりといった感じでしたね。そして特賞で四国のね剣山とも更新できましたし、充実した全国一斉オンエアデーになりました。皆さんのオンエアデーどうでしたか？ぜひコメント欄なんかでね教えてください。皆さんがねお互いのブログのリンク貼ったり、コメント交換したりっていう感じでね使っていただければ嬉しいなと思っています。はい、これでまあ一斉オンエアデーイベント1年間のスケジュール終わりで、一応年末年始の一斉オンエアデーというのがあるんですけど、まあ、なかなか本格的に運用できないイベントなので、まあこの11月3日でね1年間のイベントが一段落だなって思うところなんですが、ライセンスフリーラジオにオフシーズンはありませんということで、毎年開催している UHF-CB オンエアミーティング特定省電力トランシーバーのイベント、今月から開催したいと思います。11月18日が2019年シーズンの第1回になるわけですけども、11月18日は僕がキー局で、12月はアタックさんがキー局っていう形で、始めていくと思います。また告知についてはね近々出しますので、ぜひそちらの方をご覧いただいて、11月18日はみんなで特賞で遊びましょう。今月忙しいんだよね。11日に JAL 岐阜の支部大会のブース出展あるし、18日に UHF-CB オンエアミーティングだし、その次の週フラムですからね。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。